広末涼子不倫騒動、キャンドル・ジュン氏が会見で明かさなかった国際派俳優との疑惑。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。会見場に並べた椅子を重ね、部屋の隅へと運ぶ男の後ろ姿には、一世一代の記者会見をやりきった達成感と満足感が滲んでいるようにも見えた。普段は寡黙にキャンドルを灯し、被災地で平和と慰霊のために祈りを捧げる男が涙ながらに語った約90分のやりとりは、彼の家族への思いを伺わせるには十分だった。妻、広末涼子が、育児放棄をしたことは今まで一度もありません。私にとっても良き妻ですし、何よりも子供たちにとって最高の母親であり、家族や親戚の中でも最も頑張る、素敵な女性です。会見時の淳氏の発言、うちいかどう。6月18日、広末涼子、42歳の夫、キャンドル・ジュン氏、49歳が都内で記者会見を開いた。その冒頭、ジュン氏は関係各所に迷惑をかけたと謝罪した上で、人気シェフ鳥羽周作氏、45歳との不倫騒動に揺れる妻を擁護した。異例尽くしの会見で、ジュン氏はたった一人で受付、会場設営、司会を担当。前半は1時間弱にわたって、ジュン氏が一人で語り、後半の30分は記者を壇上に上げ、対談形式で質疑応答を行った。突然始まったジュン氏の、自分語りに集まった報道陣は面食らいました。10代の頃、何のために生まれてきたんだろうと思い悩み、キャンドルと出会ったことや、世界平和を訴えて、広島や長崎、ニューヨークなどを訪れて、キャンドルを灯していることを、とつとつと語りました。東日本大震災後は福島に通い続け、反原発を掲げて被災地に寄り添っていることも明かしました。ここから、妻の不貞行為や相手への怒りをぶちまけるとは想像できない。そんなプロローグでした。会見に出席した記者。週刊文春、6月8日発売号に、広末と鳥羽氏の不倫スキャンダルが掲載されると、広末家を取り巻く環境は一変した。だが、ジュン氏によれば、報道前から妻の不貞には気づいており、広末からは、離婚してほしいと告げられていたという。そして、ジュン氏はスキャンダルが出る以前に、一人顔出て別居生活を送っていた。衝撃の事実が次々と明かされた会見は、ジュン氏が強く望んだものだった。ジュン氏は会見することを広末さんには相談せず、自分の意思で決めたそうです。文春が第2弾で報じた、広末さんから鳥羽さんへの、ラブレターは淳氏が流出させたのではとの疑惑がありましたが、本人は会見できっぱりとして、そして、広末さんの余罪にまで言及し、今回が初めてでないことを明かしました。まさかの夫からの暴露に会場は騒然としましたが、彼の本意はそこになかった。朴訥とした口調で、真剣に今も広末さんのことを思っていることが伝わりました。前室記者。仕事相手を自宅に招いていた。会見で、ジュン氏は鳥羽氏の以前にも、不倫トラブルがあったことを明言した。相手方と示談した話ですので、詳しくは話しませんが、過去にそういう、不倫相手とやり取りする、LINE を見て、相手を確認して、彼女にわからないように相手のところに行き、決着をつけたこともありました。でも、もうそういうことをしたくないし、できればとどまってほしいんだと思っていました。ジュン氏と結婚後の2014年2月、本誌女性セブンは広末と佐藤健、34歳の密会を報じた。彼女はセクシーな網タイツに12センチメートルのピンヒールで佐藤のマンションを訪れ、一夜を共にしたのだった。広末さんは不貞行為を認めてはいないものの、淳さんが行動を起こしたことで、広末さん、佐藤さん双方の事務所関係者と淳さんとの間で話し合いの場が持たれたと聞いています。佐藤さんサイドも不倫は否定し、この時は、事なきを得たようです。広末の知人。会見では明かしていないが、実は淳氏が疑った、余罪はまだあるという。共演歴のあるモデル出身の国際派俳優との関係を疑ったことがあるようです。広末さんは育児と仕事を両立するため、仕事相手を自宅に招いて、打ち合わせや稽古をすることもあったそうなのですが、その過程で、淳さんにとっては疑わしきことがあったのかもしれません。そのうち夜遊びも増えるようになり、淳さんにとって疑惑はますます深まっていったのでしょう。前室、広末の知人。私に探偵がついてるみたい。
今回の不倫報道が出る前から、広末は自身が純子に疑われていることを悟っていたようだ。それでも彼女は、止まらなかった。いや、欲望を止められなかった、と言った方が正しいか。鳥羽さんとの関係を続けていたある時、彼女は、私に探偵がついているみたいと周囲に言い始めたんです。もちろん誰が雇ったかまではわかりませんし、彼女の被害妄想かもしれない。それでも彼女は鳥羽さんとの逢瀬をやめなかった。今思えば、いろんなことを覚悟していたのかもしれません。前室、広末の知人。無期限謹慎処分となった広末。謹慎はいつまで続くのか。すでに広末さんが契約していた全4社の CM 広告が削除され、高知で撮影予定だった漫画原作の映画はクランクインが延期となった。今週に予定されていた生活商品の新 CM の撮影もキャンセルされたそうです。広末さんは、デビュー当時から一緒だった事務所社長とも対立し、このまま芸能界を引退する可能性もあります。芸能関係者。会見を強行した純子は、2年に1回くらい、舞台など様々な仕事が飛んだことで彼女の心の安定が崩れること以外は、最も自慢できる幸せな家族だったってずっと思っていますし、できればその頃に戻りたいなと思っていますと語り、家族の再生を望むが、元さやに戻るハードルは高いように見える。会見を開き、ここまで大事にしたということは、純さんもある程度は離婚を覚悟しているのではないでしょうか。何度も裏切られた純さんがこれまで非高くしにしていた事実をつまびらかにしたのは、妻、広末のことは自分にしか理解できないというメッセージを広末さんや鳥羽さんに伝えたかったからかもしれません。一方で、3人の子供たちは広末さん寄りです。広末さんは不倫の事実こそありますが、仕事を夜に入れないように気を使ったり、基本的には育児を優先する生活を送ってきた。純さんは広末さんの収入を頼りにし、彼女名義の家に住んでいながら、広末さんを束縛するという一面もある。仕事とはいえ、よく地方に行き、そこで何をしていたかまで家族は把握できない。その姿を3人の子供たちは見てきましたからね。純さんも弁護士を立てると明言しましたし、今後も波乱含みの展開が予想されます。純子の知人。純子の突然の会見で新たな局面に移行した不倫騒動。果たしてどう動いていくのか。女性セブン2023年7月6日号。